どうも、はたやです。今回ですけども、はい、前回の動画の最後の方でちょっと報告したんですけども、はたやの典型魔改造。魔改造グッズを購入いたしましてですね。はい。まあ、その Q アイテンマックス、ね、はい、の重りなのかな。ここの重りですね。はい、まあ、はい、マックスだとこことここに重りがあるでしょ。うん、で前ここは外して確か 5g、2.5 だっけ。なんか結構軽かったよね。2.5 ありましたと。うん、でここも確かにまあ5とかにできるんだけど、うん、ここが30g あるんですよ。30。はい。でこれね前回ちょっと外せなかったんだけど、うん、今日ちょっと外していきたいと思ってます。はい。はい、壊す。解体します。はい。これなんか、ね、あんまネットとか見ても、うん、多分やってる人いないと思うんだけど。本当？ちなみにこの PXG の細いレンチじゃないと取れません、ね、普通のシャフト用じゃないんだ。うん。これって PXG 以外はあるのかな、このレンチって。ね。細いのってどこで売ってるんだろう。さ、うん、テーラーのパターあったじゃん。ああ、はい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 。これとかなんか確か細い。どこであれすんだろうね。ね。普通のなんかドライバーでいいのかな。なんかその若干星型のそういうレンチってあんのかね。うん。はい、で前はこの銀が取れなかったよね。そう、銀がね、なんかこうやって言っても取れないなと思ったんだけど、ポロッと取れました。あれどうやって取るの。なんかね、向きがで取れなかったら、うん、多分この辺をこうほじくったらね、ピッてこんな感じで取れると思います、多分。ちょっとその中身、ね、ただもしかしたらこのちょっと一回止まって接着部分がさ、あ、多分これ接着部分あったよね。接着剤じゃないこれ。臭い、あった臭い気がする、うん、でもね、俺別にそんな力入れてないけど、ポロって取れました。あー、打ってて、じゃあ剥がれたのかな。いや、多分結構簡単に取れるんじゃないかな、うん、で、ここに書いてるでしょ、これ30g。 あ、30書いてある、はい、はい、で、今日はこれを、はい、どこで買ったんですか。みんな大好きなアマゾンで。アマゾン。アメイジング。中華。中華製ですか。はい、あ、で、それがなんと。これがですね。はい。はい、7g です。7g。だからちょっとね、軽すぎんだよね、正直言って。30から7って言うと23も軽くなる。うん。あれ？バランス何も軽くなんだ、これ。え、これ入る？え？向き違うの？いや、あ、もしかしてこれあれかな、接着剤が、あ、邪魔、なんか中古だからかしらけど、しっかり入んないぞこれ。ちょっとつけてみましょうか。どうつかないの？ぴったり、ぴったりなんかはまらない。答え差ある。ぴったりはまんないぞこれ。ちょっと接着の部分ちゃんときれいにしないといけないかもしれない。ああ、その接着の森ってなってるのが邪魔でな気がするけど、ちょっとわからないですね。浮いてんじゃん、じゃあちょっと浮いてますね。これ中華仕様じゃないこれ、ここ見てこれ。え、なんかもう段差できちゃってるんだよ。段差できてるわこれ。これひでえわ、中華クオリティ。中華系の個体差がございますので気をつけてください。クオリティやん、完全に軽い。何これ、軽すぎるわ。だからね、これちょっと振らして。軽すぎなんですよ、これ。ちょっと振らして。レディースのドライバーみたいな。30を7にしちゃうと23g。 うん、え、これバランスとかどうなってんだろう。あ、でもね、ヘッドがこう大きいからか、うん、ヘッド意外と感じるよ。うん、じゃあ、はたやちょっと打ってみて。ちょっと一回打ってみましょうか。本当の魔改造は多分ここから、うん、自分で鉛をこうペタペタ貼っていかないといけない。ああ、なるほど。さすがにね。ああ、そっかそっか、うん。その状態から、好きなところに鉛を貼って。じゃないとさ、捕まりを良くしたり。さすがに、軽すぎるよね、これじゃあね、ヘッドが。さっきの状態で、俺の全体の重量が317ぐらいなんだよね。うん。だから、まあ、ちょっと軽くしてもいいかなって気はするけどね。317から23軽くなったら、うん、引き算できない。
まあ、300切るという感じですかね。とりあえず打ってみましょうか、ね、はい、すげえ面白威力もなくなるよね絶対ね。だから今多分 10K、10K だったのが 5K ぐらいになってると思う。これ 5K だわこれ 5K だわ。せっかくの 10K が 5K ですわ。これはねやらない方がいい魔改造かもしれない、ね、うん、いやこのままじゃまずやるばかりいないから。いやそうだね、さすがに、さすがに俺らも分かってますよそのぐらい、うん、だから捕まえたいなら手前側に張るし、うん、捕まえたくないなら奥側に張るし。おお、でもなんかそこそこいい当たりしたけど。なんか威力なくなってる気がする。音がね軽い。ヘッドセット43です。ああすげえ。いやまあまああの音軽いよ。ういう、はい、俺にもちょっと打たせて、はい、音軽いわ。パリンって。おもちゃだもんだって。あ、当たった後の押し込みがなんかないんじゃないかな。でもさ、今あのライトバージョンみたいに出てるじゃん。ああそうだね。これと同じじゃないの？違うのかな？マックスライト。だからそれは物が軽くてここはもっと重いんじゃないの？きっと。あ、まあそっか、さすがに。重量バランスはやっぱ典型。あ、すげえ。これはおもろいわ。お？なんか意外といいかも。でも捕まってないね。あ、本当だ。軽いわ。とにかく軽い。これあれだね。鉛銃もさ、20もつけるってさすがにきついよね。うん、鉛だらけのってかベタベタだよね。これ現実的じゃないな。俺あのステルスの魔改造で貼ってたこんなベターってやつで 10g だったからね。 そうあの面積で厚い鉛で 10g だから、ベタベタって貼ることになるよ。でも何か分かんないみたいな。すごい隠れちゃうよね。これはちょっとダメだね。見た目がちょっとダサい。あ、ちょっとね、うん、やっぱ軽いからヘッドを感じれないね。ピッポイって振っちゃう。ダメっすね。ちょっとどうしよう。ちょっと鉛 20g くれとはちょっと言いにくいんで、ね、少し貼ってもらいましょうか。そうだね。なんかこの辺ちょっと貼ってみますか。ちょっとロースピンにしたいだけ。ちょっとだからこっちに重心がありすぎたので若干こっちにしてみたいというのがあったよね、はい、うん、ちょっと相談していきます。はい、はい、ちょっといただきました。鉛、はい、できました。2枚、 7g ずつです、ね、7g ずつ、はい、だ777 7721、はい、だからちょっとちょっと軽くなる。 9g ぐらいになりますね。まあもともとヘッド重たいというのもあるんでね、うん、9軽くなるっていうのもすごいよ。すごいよ。バランス4ぐらい変わるさっきバランス上がった B8 だったっけ。聞いたことない。どうしようかね。この辺にとりあえず貼りますか。うんとね、テーラーを隠す感じで。ああ、そう貼る。こう、あ、どうかな。2枚貼るでしょ、うん、こっち側にも貼るの。そうだね、こうこうって感じがいいかな。あ、ここに貼りたいね。いや、それだとね結構後ろ下がる感じするよ。あ、でも、いやでも別に下がってもいいよ。いいのか、じゃあそれと、うん、ああ、ダセ。この魔改造ちょっとなかったですね。なしです。もうちょい、あ、前側にするの。うん、ああ、こんな感じですか。はい。DIY 感ひどいよ。これプロとかって多分この中にこうなんかさ、中から入れるんでしょ。注入していいの。え、いいんじゃないの。それはありな。ありでしょ。なしなのかな。え、中に入れるのはなんか聞いたことないけど。え、あんの。本当。え、あると思うんだけど。マジ。じゃあどんな感じですか。なんか振った感じ。あ、だいぶ変わりました。だいぶヘッド感じる、うん、B級から全然14g 増えたってことは
7、バランス7変わったから全然なんかいけそうな気がする。 B 何？ B8 とかだったよ、さっきは。 C8 ぐらいにはなってるかな。どうですか？やりますすぐですね。どうですかこれは。よう分からんですね。でもなんかこんな球なかなか出なかったっけ。なんかそれらしい雰囲気を感じる。レースが閉じた。何の意味があるのかなこれ。いやただバランスを戻したんじゃない、その振り感を変えないようにしながら。いやだから 30g から7ってちょっとやりすぎなんだよな。多分俺ね、裏に重りをつけるって、そのステルスプラス魔改造の時もそうだったけど、うん、そのなんかね、べったり感が増えるって感じ。そのなんていうのか、うん、重心が下側に行って、うん、なんかこう面になった感じがするっていうか、シャローなドライバーに感じるんだよね、裏に貼ると。はいはいはい。おー、あーちょっとカット打ちなんですいません。ちょっとアザス君打ってみてください。はい、今のところメリットを感じません、ね。何してんだろうっていう。7g はちょっと軽すぎるわ、うん、25とかで売ってくれって感じだね。そうだね、正直、うん、でも本当7という意味が分からんね。なんだろうね、中華的な技術的な問題なのかもしれない、ね、だから安いプラスチックとかさ、重い素材使えないから、とりあえず安いやつでいいよ、ね、素材不足みたいな。うん、あでもね、だいぶ重くなったけど、うん、今のは単純にミス。単純にミス、ちょっとすごいオーバースイングだな。これなら俺はさっきの方が良かったかも。振り切ってて振り切っててよかった、はい、お遊び企画になっちゃいましたので、はい、この辺で終わりましょうか、はい、いかがですか。うん、なんかね、予想を消してる。なんだろうな、ないっすね。いや、ないなんだろうっていう悩む余地がない。待って待って、ここも見てよ、ここも隙間空いちゃってんのよ。本当だ、出来は悪すぎるね、これ。出来悪いわ、これは。もうちょっと待ちましょう。あのそうだね、いいものが出るまで。あ、もうちょっと、うん、多分待てば。これしかなかったんで、僕が見た感じ。多分、あ、重りも何パターンか出てくるよ、これ、しばらく経ったら。そしたらもう一回試したいと思います。ひどいよ、湿布貼ってるみたいになってるじゃん。ということで、はい、まあ、ちょっと、第1段階は失敗に終わりましたね。失敗というか、まあ、予想通りですが、まあ、こういうものがあるんで皆さんね、買わないと思いますけど、まあ、ちょっと面白いことやったな、やったことある人はコメントもらいましょう。はい、はい、ということで今回は以上です。はい、ありがとうございました。